とても開放感があります。特にね、今上が空いてるので本当に開放感が。あと下にもね荷物が置けますね、この状態で。はい、どうもヒーローゆうきです。トリストレーナです。今日はダイレクトカーズさんの厚木店に来ています。はい、ということで今回はバーネットのリトリート2を見ていきたいと思います。2です。外観はねバーネットなのですごいねかっこいいんですよ。日産、はい、NV200 バーネット。 NV200 です。コンパクトだね。そう、コンパクトなんですけど、今ねすごいポップアップしてるから、かなりね大きいイメージがあるんですけど、かなり取り回しがよくてコンパクトなお車です。そしてフェイスがかっこいい、はい、でこちら側回ってきてみますと、助手席がね今倒れていてテーブルみたいにね使えるようになっています。で運転席もすごくね乗りやすい形になってますね。で上ポップアップしていて、で今は、ドライブモードということで前向き乗車になっています、こちらね乗車定員4名まで普通に座れますので自由に座っていただけたらと思います。なんだろうねこの解説ちょっとおかしいなって言ってて思いました。やり直します。ちょっとなんか変な解説も入りつつ、でもね私いいなと思ったのがこれ多分オリジナルじゃないですこのシートが、だから素敵なシートになっております。で後ろからまたここ行ってみますと、後ろがねさっきもちょっと見えてたんですけど、もうリトリートというだけあってやっぱりバンライフ仕様なんだよね、バンライフ仕様ですし、この椅子がね外に出てるわけですよ、はい、でこの椅子外に出ている上に中に入っても使えるし外でも使えるしっていう仕様になってるんですが、ここに見てもらうと切ってあるんですよ。ここ角が分かります？おー、本当だ。ちょっと、なのでこれをですねこうするとででんとこういう感じでね重ねることができる。なるほど。そう、これ中でもこういう状態にできるのでかなりね荷物を積み込む時高くも積めますし、こうフルフラットにしても使えるっていうね、でこの下の部分も空いてますのでこれ入れた状態だとすごく整理しやすくなってますし、こうやって使わない時は抜いてしまうと、重さが軽くなるっていうのだけでなく、ここにね大きな家具みたいなものを積み込むこともできちゃいます。広いよね、かなりね。すごく広いです。でここがね板張りになってるのはそうなんですけど、こっちのフロアもフロアクッションなんですけど板張りのものを使っているのと、あとここの上見てもらうと分かるんですけど、ここもちゃんと板張りになってるんですよ。だから全体的に、はい、そうです、本当の板なんです。なので全体的にね本当のこのバンライフっていうこと。ここも板、ここも板で床だけがクッションフロア。そうですね。これもねちょっとザラッと感があって、そう本当に板っぽい感じになってますね。でやっぱり、ね、この出入り口ってやっぱ傷つきやすいので、こういうところがしっかり保護されているのでこういうところもねすごくいいなと思います。アイアンになってて黒がねやっぱり締めてくれるので色としてもねコントラストがすごく綺麗です。じゃあちょっとこれ今ベッド展開してみたいと思います、戻すのでちょっとこの状態でさ椅子を前に押すとどのぐらいのスペースになるか、これね椅子上げてあげるとさらに多分、スライドできるよね。そしてよいしょ、かなりそうすると広い広い、すごい広いですね。自転車とかバイクも入るかな。はい、いけちゃうぐらい大きいですね。ちっちゃなバイクだったらいけちゃうと思います、かなり広いですね。でしかも今気がついたんですけどここにね引っ張るやつがついてるので、よいしょ、乗った時ここってかがまなきゃいけないじゃないですか、立ったままこれ引っ張ってこういうスライドのさせ方ができるからこれもいいですね、前に置きたい時かなりねちょっと前から撮ってもらっていいですか。ここの空間もすごい、なるほどなるほど、そうこういう感じで簡単にこれスムーズだね動きがね、すごい楽しいです、何やってんねんって感じですけど、やりたくなるよね。そうやりたくなるのが遊びたくなるというか。じゃあこれを外していきます、ヘッドレストを外します。あれこっちか、よいしょ、ちょっと上に今は簡易的に上げてしまいます。レストを上にしてしまって、であとはあ、そっか、こっちか、横を平べったくして、はい、平べったく下がりすぎだから、どっちも今のでベッド展開とか言われたらどんな体勢で寝ればいいのって感じ。下げすぎやろって、まさにその拷問だよね、それで寝ろって確かにちょっとなんか腰反って寝ますみたいな感じですよね。であとはさっき出したやつを上に上げればフラットになると。はい、やってみましょう。それは重いですか？重いです。これはね、結構慎重に、鉄だからね。そう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 、結構ねしっかりした作りになってますよこれ。まあ私は割と力あるのでいけちゃいますけど、こういうことですね。うん、重さはあるけど女性一人でも展開は可能だと。あ、はい、大丈夫です。それは本当大丈夫ですね。よいしょ。はい、できました。かなり広いフラットな空間になりましたね。うん、うん、ちょっと後ろからも見てみましょう。で、ああ、広い広い。よいしょ。はい、この後ね、こんな感じで余裕で寝れますね。身長おいくつでしょうか？身長165です。165。さっきね、桃田社長と同じだってことが分かりました。とても開放感があります。特にね、今上が空いてるので、本当に開放感が。あと下にもね、荷物が置けますね、この状態で。そうですね、下も荷物置けますし、あとね。今一人でコロンってさせてもらってかなりいい感じなんですけど、これ全然余裕で2人は、うん、はい、そうだね、大人2人余裕だね。そう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 、いけちゃいますね。足の方なんて特に余裕なので、うん、やっぱりね体はねこっちの方がクッションがあるから、うん、いいかなって思います。で足は向こう側にしてあげると、まあ、反対でもいい気もするけど、まあお好きな方でお好みで。木が好きな人はこっちで。あ、そうですね、こっちに本当に木の香りがすごいしていい感じです。うん、ここもちゃんと板張りになってるよね。ね、あ、そうですね。そこもだからやっぱり入った時のバンライフ感っていうのが統一されてていいなと思いますね。じゃあちょっと上も行ってみたいと思います。はい、よし。ポップアップルーフへ移動。はい。来ました。はい、やってきました。上。ここはね、ポップアップしていて、はい、で全部は開かないんですけど、この3面が開くような形で、でしかもちゃんとこのネットがついてますので、虫さんは入ってこないけどいい風がしっかり入ってくるような感じになっています。うん、上も大人2人が余裕で寝れますし、やっぱりね高さがしっかりあるので景色がすごくいいです。であとちゃんと中にねライトもついてますので、夜ね暗い時でも明るく過ごすことができます。みるみるランド。では上からの景色を見てください。よいしょ。はい、ゆきさんいました。これがね一番なんだろう、後ろのフロントのところですね、バックのところです。でこっちがサイド、左サイドで、そしてこちらが右サイド。はい、こんな感じ。あ、これいいですね。めちゃめちゃこういう感じで見れますよっていうイメージです。ポップアップ少しだけ下げてみたいと思います。ここにね取っ手が見えます、はい、ここに取っ手があるので、ここを下によいしょ引いてあげるとこういう感じで閉まってくれます。はい、こんな感じ。こうするとすごいやっぱコンパクトだよね、バレット。はい、屋根がねかなりコンパクトになるので、もう普通にね、うん、運転取り回しするときはいいですし、あとねこういう感じなので全然圧迫感はないです。下にいて、でこれね開けたくなったら、お、すごい、これねガンっていくからゆっくり持ち上げます。ダンパーの力で結構、ね、これダンパー入ってるから、はい、全然力いらなくて済みますし、むしろねちょっと開けちゃうとすぐフッていってガンってなるので気をつけた方がいいぐらい楽ちんに上がります。はい、こちらダイレクトカーズさんのリトリート NV202 です。乗車定員が4名、就寝定員は書いてないです。全長 4.4 メートル、幅が 1.6 メートル、高さが2メートルジャストです。ベース車両が NV200 バネット版 GX です。ガソリンで走ります。お値段は507万円です。はい、こちらね、下の方に書いてあるんですが、ポップアップ加工は、88万円ということで、それもね入ってのこのお値段だそうです。やっぱりでもね、ポップアップすると4人寝れるようになるっていうメリットと、あと外からのねこの空気の取り入れとか開放感という点においてすごくねいいので、こういう使い方もあるなって思いました。みるみるランド。はい、こちらダイレクトカーズさんのリトリート NV200 の2になります。はい、動画の紹介も載ってますね。シンプル車中泊で使いやすいサイズの NV200 バネットベースの、ポップアップルーフがついた車中泊バージョンですね。 1000mm 幅の FWS シートを採用。簡単に展開できて使い勝手抜群ですよということです。リトリートは趣味に特化してお使いいただくことをコンセプトに独自開発したシリーズですよと。ヴィンテージシリーズというサブネームの通り、山小屋のようなウッディで温かみのある室内空間も特徴。そのリトリートにコンパクトで使いやすいサイズの日産 NV200 バネットをベースとする第2弾モデルが登場と。前作はリトリート NV ポップが2人乗りであったのに対し、今回ですね、ここ2人乗りって書いてありますけど、これ4人乗りの間違いですね。これ4人乗りで家族や仲間と一緒に車中泊や車旅をお楽しみいただけることを想定した車両開発を進めましたと。晩婚のセカンドシートにはレボと呼ばれるシートが使われることが多いのですが、それは展開に慣れるまで少しの時間を要しますと。今回はよりシンプルに車中泊を楽しみいただくことを目的にして、展開が簡単なバタフライシートを採用。キャンピングカーの扱いに慣れていない方や女性にも使いやすいモデルとして完成しましたということです。こちらですね、セカンドシート展開方法が分かりやすい FWS シート採用。2人掛けの前向きと後ろ向きポジション、フルフラットモードへの展開が容易に行えますよと。展開が楽にできるってことですね。前向き、後ろ向き、フラットと。リビングルームモードでは足を伸ばしてゆったりとくつろぐことができますと。キャンピングテーブルは1つあたり幅 1065mm、奥行き 445mm サイズのものを前後に2つ、はい、用途に合わせて様々にアレンジして使用することができますと。でこのテーブルですね、中と外自由に出し入れができるので、外でこういうふうにね、テーブルとして使うこともできるし、あと棚としてもね使えると。あと車内も1つだけ設置とか、全部取り外すとかなり広いスペースが生まれます。取り外したキャンピングテーブルはベンチとして利用いただけるほか、上下に重ねていただくことにより野外調理のキッチン家具としてもお使いいただけますよと。であとポップアップルーフですね、はい、虫の侵入を防ぐ網戸を装備してます。高原などでキャンプも快適にお過ごしいただけますよと。ポップアップルーフ内部のベッドは長さ 1970× 幅 1040mm というサイズ、 LED スポットライトも備わりますと。スライド量が 640mm のセカンドシートを最前部までスライドさせ、キャンピングテーブルを2つとも取り外せば幅 1220× 奥行き1610のラゲッジスペースが出現。ここがねかなり広いので、本当自転車とかねバイクとかも搭載できるんじゃないかなと思います。ルーフとサイドパネル、レアハッチゲートに質感の高いアクリルウッドをアレンジ、温かみのある雰囲気をお楽しみいただけますと。この木のね質感がやっぱりいいですよね。キャンピングテーブルを上下にセットしていただく際も安定するような工夫を施していますと。そう、重ねてもねちゃんとずれないようにこういうね、細かい配慮もされてます。というわけでですね、リトリート NV200 詳しく知りたいぞという方はこちらダイレクトカーズさんのページでじっくりとご覧ください。